なんか仲良しみたいじゃん。202最後の晩ご飯でございます。今日のメニューは村の精肉店。ちょっとタクちゃん、何、もうちょっとね、冷めちゃったと思うんだけどね。今日は5時に配達してもらったからさ。キャラ揚げじゃん。うん、やっぱ冷めても美味しいんだよね、この唐揚げ。熱々が一番美味しいけど、これで800円だからね、一皿。はい、202最後の2022に乾杯。乾杯。なんでさ、元気よく言わないの。ちょっともっかいごめん、2022に寂しがってんのよ。乾杯。キャンパーイ。乾杯。さよなら、たくちゃん。これなんですか、今なら。ちょっと火弱くしよう。ね、ティッシュは宮古島るさん、火弱くしよう。ね、聞いてる人なんですか。あ、俺か。まだかな、火弱くなの。うわー、入れちゃったの、あんた、それ食うのそれ。肉の下に敷いてあるシートまで茹でちゃいます。別に大丈夫だよね。いいんじゃない。うん、くっついてなさそうだよ、それだね。まあいいんじゃない。これ何、こんな、そんな、でも別に焦げたり溶けたりちょっと食ってみて、剥げたりしてないし大丈夫だと。だって出汁パック入れるんだもんね、お味噌汁にね。大丈夫だよね。あいつも通り。クパーって。スジマンクパーっていうおなほがあったって言ったっけ。ハグリーも忘れないでね。これが最後の飯だと思うとちょっと悲しい。恥ずかしいでしょ、ちょっと。スープがうめんだ。そうなの、うん、もういいね。あ、作って味わかんねえ。めちゃくちゃうまし。この建物で一番最初に食べたのピザなんだよね。当時の写真ってあんの。当時もちろんあります。貼っとくからですよね。最初はこの2人で住んでたわけだよ。まだ20歳ぐらいの時でしょ。まだ18じゃない。10代か。18じゃないの。大学2年生ぐらいじゃん。2、3年生ぐらいじゃん。大学2年生の夏休み、3年生の夏休みかな。白あげて。行くよん。行くよん。たけちゃんはやっぱり間に合わなかったです。朝起きるの。8時に起きてねって言ったのに、今もう9時になっちゃいました。これから一発目の荷物を運びます。
と一時停止します。なんか仲良しみたいじゃん。ついに202解散ですが、はい、心境はいかがですか？ライブが乱動になってしまったんだね。もうほとんど物がない。ギャランデギャランデになってしまったので、ここからねまた物は増えるんですけど、まあ、次は新居お楽しみにということで。え、何？来ていいよってこと？え？え、来ていいよってことだよね。別に。私はこの家に何年間住んだの？4年半？俺はぐらいかな。君は？次の更新で18年になるってこと？8年になりますね。やば、すごい長いこといる。でもまあ気に入ってますから、なんだかんだね。いい、悪くないよね。うん、周りにもいろんなお店あるし。そういうわけでライブはあのメンバー入れ替えのコーチみたいな。ついにレギュラーを、私はレギュラーを引退してゲストで来ていいということなので。そうで、次はゲストとしてお楽しみいただければと思います。どうでしたか4年半？楽しかったですよ。賑やかですし。どんなところが？どんなところが？どんなところが楽しいか言ってもらわないとダメだよね。でもやっぱりね、社会人になるとなかなか友達とねこうやってワイワイガヤガヤすることがないけど、なんかとても社会人とは思えない生活というか、どういうこと？毎日のように学生みたいな夜だったなと。夜一番ストレスだったのは俺が汚いってこと？ちょっと鼻ほじんねやってもらっていい？汚い、でもなんか不思議なことでさ、汚いのもさ、俺ってなんかスライムみたいな多分感じだからさ、なんか多分柔軟性ありすぎてさ、なんか合わせたわけじゃないんだけど、あ、柔軟性があるとはもう思ってない。なんか要は分かった分かった、綺麗好きだったのがお前のせいで汚いもの好きになっちゃったよ。そうなる可能性が、ルームシェアにはあると。もともと自分はこんなんじゃなかったのに、こんな感じになるはずじゃなかった。いや、分かんない。その本来の逆に自分の姿だったかもしれないね。今までは見栄を張ってたのかもしれないね。本当は自分も汚かったということに、気づくことができるかもしれないと。そうですね。やっぱ住む人によって微妙に変わるのがルームシェアの面白いところかも。僕はだから今回のこの入れ替えで3回目の入れ替えを経験することになるんですけど。そう、一番最初はマッキーで、で2番目が俺で、で3番目は彼女と。そうです。で、まあ最低のあの契約期間が2年という感じでしょうね。そうですね。2年後には彼女もいなくなるかもしれない。本当にテラスハウスのあの主みたいな子いるじゃん。坊主頭。あんな感じで。楽しかったのは楽しかったでしょ。一緒にね、緊急事態したし。そうだね、やっぱり。だってさ、俺がさ、筋トレに目覚めてなければ君も筋トレに目覚めてなかったかもしれないでしょ。まあ確かに。俺がさ、あんだけさ、あー、上腕二頭筋かみたいな言ったらさ、君も、ちょっと行ってみようかな。ちょっと行ってみようかな。行って行き始めたら、なんか、なんなら俺より行ってんだよ、最近。そういうもんだよ。そ
そういう面ではいいかもしれないよね。そうだね、自分にない価値観を受け入れるというか知ることができる。だって俺反強制的にジム行かせたもん、ね、君も行った方がいいよ、ほら今すぐ契約しないよ、ホームページ開きなよみたいなそんな感じだったでしょ。そんな感じだったよ。まあそういういいこともあるし、なんか悪いことは悪いこと、悪いことはやっぱりなんだろう、でも彼女を連れてこれないか。あ、まあ、一般的に言うとそうかもね。一番最大はそれ。一般的なルームシェアのデメリットって多分そうじゃない、自分共通の友達じゃない、共通の知人以外の人を招き入れづらいみたいな。あ、友達しかりね、彼女もだけど。あとは生活リズムがバラバラだとちょっとあのそれどっちかって言ったら俺だよどっちかが早起きでどっちかが遅起きとかだとひょっとしたらそれをストレスに感じる人もいるかもしれないね。だってそう、俺は緊急事態宣言前までは出勤、家を出る時間が8時ぐらいだったのか。で、最初はさ、たくちゃんもそんぐらいだったよね。そうだね、7時内台ぐらいに起きてた気がする。で、準備し始めたらなんか来てなんか一緒に準備するみたいな、お先にみたいな。そうだよね、感じだったのが緊急事態宣言になって7時に家を出るようになって、うん、で、君は8時半ぐらいに出てたのが9時半ぐらいに出るか家にいるってことになったでしょ。そうだね。すべてはじゃあコロナのせいってことでよろしいですか。でもそれぐらい家を出る時間が1、2、2時間ぐらいあるとやっぱきついかもね。あと逆にかぶると大変でもあるかもしれないね。その洗面台、普通が洗面台とか1つだしあ、それはあったかもしれない、そのわちゃわちゃして洗面台朝。え、いい、よかったじゃん、一緒になんか二人羽織みたいな片方を歯磨いて、片方を髪の毛やってみたいな一緒になんか髪の毛こうやってさちょっとドライヤーみたいなそういうのがいいよっていう方はいいかもしれないね。え、でも朝だからさ、俺は別に普通だけどさ、君はさ、すげえ機嫌悪いじゃん、なんかムスムスしながらさ、なんかあっち行ってこっち行ってさ、なんか邪魔みたいなやってたけど。まあそうだね、まあ朝忙しいからね。まあでも、時間が被ったらっていうのはまあそうだよね、誰か家にいたら、うん、家族だってそうだね。そうだでしょ、もちろん。なんだろうね、みんなが気になることってお金とかかな。お金は最初に取り決めとけば。そうだね、7でやってた、7でやってたんだよ、まあ、だいぶ7だったと思う。適当知らないものが家にあるとかちょっとよくあったし。何知らないもの。だからテレビとか気づいたらなんか物があったみたいなそうだね、なのかな。うん。ということで、これからタクちゃんは私の家にゲストとして来ると思うので。そうです。もう彼の新居は見ましたから。ということで202、はい、解散です。お疲れ様でした。さようなら。さようなら。寂しくなってきた。今、新居に引っ越して1ヶ月が経過しました。5月中旬に引っ越したんですけど、5月の後半仕事がめちゃめちゃ忙しくて、ほんと家に寝るだけみたいな感じだったんですけど、まあ、ちょっと6月入ってもう中旬になってまたまあ忙しくはなってきたんですけど、まあ、家にいる時間っていうのが少しずつできてきて、なんか最初あんま思わなかったんだけど、ようやく寂しい感覚が出てきちゃいまして、今まではね、家に帰るとタクちゃんがいて、でそれか自分が先だとしても続けてタクちゃんが帰ってきて、で今日会ったこととか
なんか最近ハマってるものとかイライラしてることとかそういう話をしてたんですけど、そういうのがちょっとなくなったんだなっていうのをすごいこう実感してきて、まあでも一人暮らしは一人暮らしでやっぱこう開放感があっていいかなと思うんですけど、やっぱちょっと寂しがり屋のうさぎちゃんには厳しいものがありますね。やっぱ一回ルームシェアして、なんかこうルームシェアって意外とこう自分が思ってることとか自分が悩んでることとかそういうものもシェアすることになるので、やっぱそういうのってなんか良かったなっていうふうに思いました。社会人になって最初のね 2,3 年までっていうのはかなり、環境が大きく変わったりとか新しいことを学んだりとか、あとはどういう選択をするかでその先の道が結構大きく変わってくるので、結構精神的にもやられるんで、まあ、そういう時一人ぼっちよりは、まあ、例えば友達と一緒にねいる時間とかそういうのを増やすっていうのはすごいいいのかなと思うんですけど、まあもう大人なので気持ちを新たに頑張っていかなきゃなと思うんですけど、でさっきタクちゃんと話してたところで上がってたんですけど、まあ、メリットとしては、まあ、お互いにこう刺激し合って、まあ、人としてねすごくこう成長ができるというところと、あとさっき私が申し上げたような、ルームシェアっていうのが、まあ、心のシェアでもあるということで、まあ、不安な気持ちとかそれちょっと鬱っぽい時とかに、お互いこう助け合うみたいなところがすごいいいのかなと思います。で、まあ、デメリットとしては、まあ、やはり家族ではないのでなんかこうちょっ と特殊な、気を使わなきゃいけないとかっていうのが発生すると。であとは、まあ、どういうルールを決めるかにもよるんですけれども、勝手に人を連れてくるっていうのがちょっとまあルール違反なのかなっていうところで、じゃあ誰までいいのかとかっていうのがあるかなと。一番問題になりやすいのがお金の問題だと思うんですけれども、まあ、これいくつかやり方あるかなと思うんですけれども、まあ、家賃は折半するとして、その他に光熱費とかあとはインターネットとか例えば共通で何か契約してるものがあるとするならば、まあ、大体協議をしてね大体こう何対何だよねとかっていう取り決めにするのか、それかもうきっぱり半分に、安分して、払うのか、それか例えば、月にお互い1万ずつ出そうねとか1万5千ずつ出そうねとかで余ったらそれで例えば焼肉食べに行こうよとか、まあそういうやり方もあるのかなと思うんで、あとはこう誰が支払うとかね、どっちが契約するかで例えばなんかポイントがつくとかそういうものもあったりするので、その辺はこうちゃんと話し合ってから最初、生活をスタートすれば全然いいのかなと思います。思ったんですけど、ルームシェアって今後多分もっと増えていく、生活の仕方なのかなと思っていて、で例えば、離婚した後に、子供を一緒にこう自分と一緒にね子供がいるという場合とかに、例えば友達とじゃあ一緒に住もうよとかってなったら家事とか、まあ、子供のその宿題とかなんかまあ行事とかそういうものにその友達も含めてね一緒にこう、参加して子育てにこう参加して、まあ、負担を減らしたりとか、まあ、悩みとかそういうものも一緒にシェアしてこう乗り越えていくっていうようなやり方もできると思うんで、私はもうもっともっと増えてもいいと思うし、まあ、大人になってから、ルームシェアするっていうのはすごいいいのかなと思います。これタクちゃん見てるか知らないけど、タクちゃん今頃彼女とワイワイ暮らしてんのかなと思うとちょっとイラついてくるよね。冗談だよ。
じゃあまた明日の。バイバイ。鍵返すの忘れたわ。鍵返すの忘れた。あるよ今。ドラゴンボールみたいな。ドラゴンボール？各地に眠る。鍵が7つの鍵を集めるとみたいな。願い叶う。じゃあね。